衝撃、地底王国を探し求めた男が見たものとは、シャンバラでの戦慄の体験がヤバすぎる。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。前回まで怒涛の9回シリーズでご紹介した地底王国、複数のチャネラーがチャネリングで得た情報をまとめたものなので、少しスピリチュアルな要素が強かったと思います。地底王国に関しては、実際に迷い込んでしまった人や、探し求めた人の体験談なども多くあるのですが、おおむねご紹介した内容と似ているものが多いです。そんな中でも、今回は少し異質な体験談をご紹介したいと思います。テオドール・イリオン。ドイツ人探検家であるテオドール・イリオンはチベットに外国人が訪れることが違法とされていた1932年、チベット盗査計画に着手しました。見つかれば殺害されてしまうリスクがあるにもかかわらず、1934年、顔と頭髪を茶色の染料で染めて、チベット人アンガソーを装い、ロシア南東部から単身で入国します。そして36年、幾度となく危険な目に遭いながらも、奇跡的に生還を果たしました。その衝撃的な体験記録は各国のラジオ、新聞等で大々的に報じられ、体験記、ラトフェルハフテスチベットが出版されると、瞬く間に大反響となります。チベット仏教の深遠なる宇宙観や、チベットを覆う闇の霊性を克明に綴ったこの本は、後にヒトラーが毎年、チベットに調査団を派遣するきっかけを作ったと言われています。その後、大戦の動乱で藩が絶え、1991年にアメリカの世界的探検家デビッド・チルドレス氏により、大英博物館から掘り起こされるまで50年間も闇に葬り去られていました。戦慄の体験。チベットにうまく潜入できたテオドール・イリオンは、降霊術や空飛ぶラマ僧など、驚くべき光景を目撃し、エキサイティングな日々を送っていました。ある日、宗教儀礼を題材とする演劇を鑑賞していた彼は、小綺麗な身なりのドルマという名の少女と出会います。かなりの教養を身につけていたドルマと、宗教や神秘思想について語り合ううちに、イリオンに心を開いたドルマは、自分の師匠について話し始めたと言います。師匠の名は、ナブルと言い、チベットでは位の高い貴族だということでした。興味を惹かれたイリオンは、ドルマに紹介状を書いてもらい彼を訪ねました。イリオンはドルマが書いた紹介状を手に、ナブルに会うのですが、そこで秘密結社の存在を知ることになったというのです。特殊な神秘思想を持つ秘密結社に興味を抱いたイリオンは、ナブルの導きのもと、一番近い村から約 32km 離れた三歩峡谷の支流、神秘の谷にあるという彼らの都に行くことになります。神秘の谷について語ることはタブーであり、そこへ行った人間は必ず廃人同様になるという噂を聞いていたイリオンは、嫌な予感がしていましたが、峡谷へたどり着きます。そこには乾いた峡谷の川底に3枚の石板が並んでおり、教会という意味の言葉が記されていました。中へ進むと、そこには直径が10メートルほどの巨大な縦穴が一つあり、周囲には木製の高い壁に囲まれた。一辺が40メートル長のガラス板が7つ、半径100メートルの円を描きながら等間隔で並んでいました。ガラス板の近くには階段があり、その下にあった扉をイリオンはノックしました。返事がないので、仕方なく周囲を散策していると、小綺麗な衣服をまとった一人の男が階段を登ってきました。イリオンは彼に、ナブルの招待できたことを告げましたが、ここでは午前中いっぱいは寝ており、午後から活動を開始するため、しばらく待つように言われたそうです。次に現れた木綿の服を着た男は、無表情でうつろな目をして、生気というものが感じられず、ほとんど死人のように見えたと言います。待っている間に先ほどの直径10メートルの縦穴の深さを測ろうと試みたイリオンは、そこに石を投げ入れてみましたが、いつまで経ってもそこに激突した音がしません。
もっと大きな石を投げ込もうとした時、別のチベット人が現れて、冷ややかな目で静止されたと言います。ほどなくして地下の住民が活動を始めると、どうやら住民たちは木綿の服を着た下層民と、絹の衣を着た支配層の二つに分かれているらしいことが分かりました。支配層の人間は美男美女でしたが、感情というものがなく、陰気というより、ゾンビか操り人形ロボットのようだったと言います。ラモチュンという名の世話役によると、聖なる都には100ほどの人間が暮らしていて、ここを訪れた白人はイリオンで2人目。最初の1人は、ここで一生を終え、その遺体は荘厳な寺院に埋葬されていると言います。彼らの建物は、すべて地下にあり、住民はその胸で寝泊まりをしていますが、都の中を限りなく清潔に保つため、洗面所は遠く離れた場所に1箇所だけしかありませんでした。しばらくすると、食事の時間になり、イリオンも招かれました。ここでは1日2回皆食堂に集まるのだと言います。出された食事は肉が入ったシチューのような料理でしたが、不思議なことに食べ進めていると、イリオンの精神に異変が起こり、冷静な判断力が鈍り、思考力が低下する代わりに感覚が研ぎ澄まされ、直感が働き、なんというか透視や予知能力のようなものが芽生えてきたと言います。夜、眠りについたイリオンは、無表情で冷酷な悪霊と個性的な表情を見せる子供の天使たちが戦い、悪霊が優勢で天使たちが襲われていく悪夢を見ました。彼は夜中うなされて目を覚ますも、再び眠りに落ちると同じ夢を繰り返し見ました。一体夢は何を語っているのでしょうか。悪霊と天使が戦いを続けると天から一人の輝く男が降臨し、子供たちに手を出してはならないと叫び、これに驚いた悪霊たちがネズミやカエルに姿を変えて消えていきました。この時、イリオンはここの住民たちの正体が何かを悟ったのだと言います。光の王子。出される食事に問題があると感じたイリオンは、その後、食べるのを中止すると、思った通り、かつての思考力が蘇って、冷静な判断ができるようになったのです。やがて、イリオンは、聖なる都を支配する光の王子、マニリンポチュ、への謁見を許されます。秘密結社のメンバーであっても、光の王子に接見できるのは数分であるのに対し、イリオンは30分という破格の待遇でした。メンバーの人間は光の王子を神のごとく崇め、世界を救うメシアであると信じていましたが、当然イリオンは疑念を抱いていました。聖なる都の社会を見るたびに、利己的で傲慢なエゴの匂いを感じていたのです。謁見に際して、メンバーは黒い儀式用の衣に着替える必要がありましたが、あるがままの姿で退治することが大事だと考えていたイリオンはこれを断ったのです。周囲の者は驚き混乱しましたが、光の王子はイリオンを尊重しました。ようやく宮殿の聖所へと通されると、そこには7人の幹部が並んでいました。さらに9人の祭司長に連れられてイリオンは光の王子の前に立ちました。光の王子は長身で、白く長い髭を垂らしていました。柔和に威厳のある皇帝のように振る舞い、イリオンに対して使命を果たすべきだと説き、聖なる都で3日間過ごせば大切な意義を悟るだろうと語りました。会談は予定よりも長くなりましたが、イリオンは光の王子の言葉を信じられず、不信感が募ったまま、謁見の時間は過ぎていきました。周囲の人間たちは、イリオンを祝福し、秘密の教えについて語りました。イリオンは秘密の儀式を通じて聖なる都とは何か考えました。しばらくして宮殿の扉が開き、中から出てきた光の王子はイリオンの前に立ち、決意は固まったかと尋ねました。イリオンが、固まりました、と答えると、光の王子は深く息を吹きかけてきました。その瞬間イリオンは全身全霊で、創造主の名において命ずる、下がれ、と叫んだのです。秘密結社の本拠地において、リーダーの意向に逆らい、あからさまに侮辱したのですから、どんなことが待ち受けているかは誰の目にも明白です。身の危険を感じたイリオンは、とっさに駆け出し、
一目散に聖なる都から逃走したのです。侮辱を受けた秘密結社の者たちは、裏切り者と言うべきイリオンに対して呪いをかけてきたと言います。イリオンは、棺桶の中に入っている感覚に終始襲われたものの、なんとか生きて帰ってくることができました。イリオンは散歩峡谷から逃げる途中、聖なる都へと向かう一団に出会います。岩陰から観察していると、どうやら彼らが運んできたものは、各地で死んだ人間の遺体だったのです。一団は聖なる都の高官であり、仮想民が運んできた多数の遺体を並べると、黒魔術を始めたと言います。すると驚くことに、死体のうち3体が蘇生し、自力で起き上がり、歩いていくではないですか。その姿はロボットのようであり、目には生気がありませんでした。つまり、聖なる都の仮想民は一度死んだ人間の肉体だけを蘇生させたゾンビで、奴隷として使っていたのです。残った遺体は、聖なる都の食料になっていたのです。聖なる都の住民は仮想民も支配層も、光の王子も、人肉を食らっていたのです。イリオンは、気づかずに死体を食べていたかと思うと、戦慄を覚えたと語っています。食事をするたびに思考力が失われ、生気が奪われていくと感じたのは、それが人肉だったからだと悟ったのです。イリオンは、聖なる都の鏡で自分の顔を見たとき、およそ魂が宿っていないまるで死人のような自分の顔に驚いたと言います。イリオンは著書で次のように語っています。彼らは皆、落ちた天使だった。神のようにならんとして、そのために自らの栄光を失ったあの天使だったのだ。戻る見込みなき奈落の底に自らを真っ逆さまに投げ落とした彼らは、今や他の者たちをも仲間に引き入れ、奈落の底に落とし入れようとしていたのである。光の王子とは、実は光を装った闇の王子だった。いかがでしょうか。散歩峡谷の秘密結社とは、シャンバラからの罪人の集団とも言われていて、その罪が食人だと言われています。肉食が禁止されているシャンバラを追い出された者たちは、地底王国の技術を悪用して、人里離れた渓谷で秘密結社を組織しているのかもしれませんね。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。